介護施設に入所されている方の訪問診療とかもよく行くんですけども、その方のですね、大体8割から7割ぐらいの方が、家に帰りたいと、あまり本人が望んでない場所で過ごしているという結果になっていると。で、これがなんで起こってるのかなっていうふうにこう考えたときに、介護施設に入るきっかけになるところが、まあ、大体何かしらの体調不良による入院からになるんですけど、退院してもいいですよって言われて、まあ、明日もしくは明後日に、退院してくださいって言われる、このタイミングの2日間とか3日間で、介護施設に入るのか、自宅に帰るのか選びなさいっていう、こう、非常にタイトなタイムスケジュールの中で意思決定をしなきゃいけないというのが、結果的に、まあ、介護施設に行った方が安全だろう、安牌だろうということで、とりあえず選んだということを背景にしている方が、もうほとんどだったんです。介護施設で過ごすこと自体は、我々的には別にそんなネガティブではなくて、同じような、まあ、境遇の方だったり、年代の方が、いる場所で生活できるので、逆に言うとお友達もできたりもしますし、社会性もこうしっかり維持できる部分もあるはずなんですけど、なぜかそこに対して後悔があると。こう家に帰るのか、それとも介護施設で過ごすのか、はたまた違う選択肢があるのかっていうのを、しっかりとご本人も、関わるご家族も判断した上で、相談した上で、納得いく場所で過ごしていく。これが、その方が最後までその人らしく生きられる最初のポイントだなと、思いまして、自宅に帰るための施設っていうのを構想し始めました。これがきっかけです。家に帰るための施設って一体何のサービスを組み合わせればいいんだとか、どれくらいの規模が必要なんだろうっていうことを想像しながら調べていく中で、まあなんとなくこうショートステイ、そしてカンタキ、ユーロ老人ホームを組み合わせていくっていうのがいいんじゃないかなというところに至ってきました。今一緒にプロジェクトをやっている大谷が、介護施設を以前のところで運営した経験もありまして、一緒に相談する中で、今回のプロジェクトっていうのを知るきっかけにつながっていくというのが、まあ、経緯になったりします。家のような場所でですね、過ごしてもらうためにはどうしたらいいんだろうということをまず最初に意識しましたね。で、一方で、まあ、福祉施設というのはですね、こう普通に運営しているとどうしてもこう閉鎖的になってしまいますので、地域に開いていくということも一方で意識しました。まあ、その地域に開くということと安心した住環境を作っていくということの両立は非常にこう難しいなと思いつつ、工夫した点であり、建築家の安宅さんとよく話し合った点でもあります。法人の中だけで検討しないっていうことかなと思います。地域の、住んでる方と日頃からの関係性を大切にしながら、その方たちのご意見は一体何なんだろう。で、診察、もしくは訪問看護とか介護とかを通じて、いただいている意見の中で、どういうものがあるんだろうか。私たちだけの意見にならないようにしていくっていうことが、まあ結果的に魅力を伝える一つにもなっていくと思いますし、まあ大切にしていることだったりもするので、まあそこの部分では努力もしましたし、工夫した点の中でも、その地域の方の中に、まあこのあたりだと松尾住民自治協議会っていう住民が主体となって運営している会があるんですけども、そういう会のところにもちょっと顔を出させていただきつつ、どのようなことを福祉に対して抱いているのかとか、我々が家に帰るための施設をやりたいって思うんだけど、これって聞いたときどんなふうなことを思うとか、なんかそういうことを一つ一つ対話していったというのが、まあ、最終的に魅力を伝える上でも、必要だったと思いますし、それのプロセス自体が魅力になっているんじゃないかなというのが、まあ、思っていることですかね。この敷地をどうやっていくか、建物をどうしていくかというところの企画にやっぱり一番時間を要しましたね。設計の高さんはじめですね、設計チームとはですね、なるべく週1回、ズームでですね、ミーティングをして、まあ、一方で私たちの思いを伝えるということ、で一方で高さんたちからの提案、はたまた
医療、介護を知らないからこそ出てくる疑問みたいなのをぶつけてもらいながら議論を重ねていきましたね。で、あとそのもうちょっと前の話で言うと、土地を決める段階でも、まあ、十分に検討を重ねてまして、まあ、もちろん金額的なところもそうですけど、どういうふうにしたら、この私たちの事業と、その地域との活動が連動していくのかということもですね、踏まえながら、土地を検討していったというところでも、もちろん時間が、かかったなというふうに考えています。族と一緒に過ごす空間を今回作っていたりします。介護の練習するという部屋でもあるんですけど、一度ある程度こういうふうにやりますよっていうのをお伝えした後に、その方たちで、たちだけで一泊二日する。で、本当に大変だったら、施設内にはもちろん介護スタッフいますので、ヘルプいただければすぐ手伝うよっていう安心感の中でチャレンジをしていく。ここを、まあ、目指すために、おうち部屋というのを、こう、取り組みとして入れたのは、こだわりの点。あとはあれですね、もう日常的に考えたとしてもですけど、自分の、本音を打ち明けるときって、10人の前でいきなし打ち明けるっていうのはやっぱり厳しくて、やっぱ3人とか4人とか、できれば2人がいいですけども、少人数でついつい話してしまう塊っていうのを、建物の中にどう作っていくのか、もしくは建物外の、我々のところつながるテラスっていう外の場所があるんですけど、そこにどう作っていくのかっていうのが、まあ、こだわった点。この2点はなんか、建物を作る上でも、建築家の方にも、あたかさんにもだいぶお伝えした部分かなと思います。一応私がですね、個人として、福祉と建築っていうですね、任意団体をやってまして、僕自身ですね、福祉建築に関心が高いといいますか、私看護師なんですけど、やっぱり環境が、人のことを癒す、ということに関心がありまして、自分でもいろいろ学んでいたんですね。で、その中で、イベントだとか、事例、を調べていくうちにですね、あたかさんという人に出会いまして、まあ、一方で、医療法人幼児会、志賀さんともですね、プライベートの付き合いがありまして、まあ、こう建物をやるみたいな話があり、で、僕は僕で志賀さんとのつながりがあり、で、まあ、実はこういった事業と、あたかさんの建築とか、センスっていうのはですね、マッチングするんじゃないかということで。自分たちと伴走してくれるかどうかの方が、やっぱり重要視した気がします。そういう意味で言うと、なんかもう、あたかさんの人というか、まあ、受け答えとかタイミングも含めてとか、まあ、お互い熱量を話す中での熱量の感じとかっていうのが、まあ、もう本当非常にマッチしたとしか言いようがないというか、なるべく細かいテキストでこうしたい、こうしたいみたいなのを羅列して、箇条書きで最初しましたね。それをお渡ししたりとか、あとは、他事業者の事例もですね、一緒に見に行って、そう、一緒に視察行ってくれたんですよ、あたかさんが。で、そういったことで共通言語を一緒に作っていけたっていうのは大きいですね。この本を見てますみたいな。なんかうん。その 参考図書みたいなのもこう共有したりとか、なんかそういう工夫をしたそうで感す覚ね。ですかね。うん。うん。出来上がったと思ったその先に扉が5枚ぐらいあります。できたなって思ったら、ようやくスタート地点に立ったなぐらいな感じで、やってもらえると 通過するんじゃないかと思います。2015年ぐらいから2020年ぐらいにかけて、診療所と、高齢者のショートステイなどを、まあ、制度的には組み合わせたような建物などを連続的に取り組む時期がありまして、まあ、それに取り組んだのが、まあ、まず初めにありまして、まあ、魅力としては、どの事業者さんも、医療と福祉の新しい、取り組みとか、本来こうあるべきだっていうことに対しての、エネルギーとか、新しいことへのチャレンジとか、
構想力がすごく高い方が多くて、とてもやっぱり刺激も受けますし、そのビジョンを聞いてる中で、やっぱ自分もその地域や社会の中で、こうあった方がいいなという暮らしや社会、地域社会を考えることに参加できるっていうところが、とても面白いところですし、やりがいがあるところかなと思っています。高齢者だとか、障害があるからって言って、特別にその人のための空間を作るというよりも、みんなが快適だなと感じるものを同じように、享受できるような場所を、作りたいっていうか、むしろだから、そういう意味では普通でありたいっていう、ことの方が強いかなと思います。大谷さんが福祉と建築というイベントを運営されていて、それに登壇、こっちのロッジのことを紹介するために、登壇したのが大谷さんとの出会いで、次にお話があったのが伊王子さんの紹介だったので それをきっかけに。大谷さんに、私のことや私の建築を知っていただいて、ご紹介いただいたっていうのが、きっかけかなと思います。苦労した点は、特にそんなにないかなとは思いますね。制度のこととか、実際の運営のことを、どんどん質問したり、もっとこうなせた方がいいんじゃないかっていう提案を、設計そのものの話だけじゃなくて、運営とか事業のことだとかにも結構、口を出してみたりして、でも、志賀さんが割と柔軟というか、選ぶってない方なんで いろいろ僕や大谷さんからいろいろダメ出しとかをしても素直に受け止めてくれるという懐の太さが、深さがあって、すごくやりやすい感じで進みました。質問をすることが大事かなと思います。自分で理解したつもりのことも、事業者さんの目線から見ると、制度のことも含めて、捉え方だとか、スタンスだとか、いうことを、いうような情報も含めて、答えが返ってきますので、そのようなやり取りをたくさんする中で、理解していくとか、意図を汲み取っていくっていうことだと思いますし、あとは、それでいろいろ分かってきたところで、自分がなるべく、説明がきちんとできるようにするっていうことも大事かなと思うんですけど、それが、つまりは建築系の審査員が理解するっていうことだと思うので、そこは少し意図的に事業者だけに任せないでやっていたところでもあるかなと思います。希望とか構想をまとめるための会議に一緒に参加させていただくとか、事業の計画は建築が形になっていく中でもやっぱ変わっていくものだと思いますし、建築もその影響を受けてまた変わっていったりとかいうやり取りがずっと続いていきながらだんだん進化していくものだと思いますんで、あんまりこう、がっちり決めるよりも、まずは対話をする時間をとって、何度かこう話しながら進めていくっていうふうに、一緒にこう深めていくっていうふうに、考えるのがいいんじゃないかなと思います。僕の設計者としての願いとしては、一緒にもし事業者さんと新しくやるんだとすると、女性がなくても実現するっていう前提で、事業は構想していただきたいなと思うんですよね。やっぱ人生の一時期のエネルギーと、何かを削って取り組む感じがあるんで それを取り組んでもいいっていう、こう、思えるような、取り組みを、
お互いにするために、やっぱり、実習は、女性にかかわらず、どうあれやるんだっていう、そういうエネルギーの中で、取り組んでいかれるのがいいかなというふうに思ってます。